本体寺城は、大阪府富田林市に存在した中世城郭である。伝承では、楠木正重によって築城され、その際に山頂にあった本体寺を、再録の木に移転したと伝えられる。現存する城郭の遺構は、山頂付近の主角と、周辺を根状の車からなる連隔式山城であり、使用最終段階にあたる、戦国時代末期の様相をよく止める。本体寺山は、 尾根の稜線に沿って行政回線が設定されており、上角は山頂の東側が大技神奈美、西側が大技伏見堂、山頂から西に伸びる尾根の一部が大技木に属する。最六の木からは登山道が整備されており、山頂まで至ることができる。伝承では、小京元年もしくは元行年間に楠木正成が築城し、サビ氏が寄ったとされる。 また、昌平年間に、楠木正則、和田正武らによって築城されたとも言われる。これらの伝承により、楠木七条や南高十七四条の一つに数えられる。資料としては、畠山義成が竹山城に牢城した際、新鮮長禄官将期、官将二年に、今大寺と竹山領城に兵を込めとあるのが書出である。 よく干渉3年4月に、本体寺で合戦があり、本体寺城は、点検の要害であったため、寄せ手の先週税を散々に打ち破ったという。しかし、吉成方は貨幣であり、また寄せ手の筒井税の計略もあって、同年5月に、本体寺城は落ちた。吉成は、竹山城から没落し、議員に逃れたが、文章元年9月に坪坂寺を経由して、本体寺城に入り、 おしこ型城、もしくは、マス型城、エボシ形状とされるを落とした。吉成は事実上の死後として、南河内を支配し、炎徳二年に病死した後は、嫡男の畠山元家が後を継いだ。明王二年、将軍足利義財や畠山正長が河内を攻めると、元家は本田に籠城し、元家法の貝野の氏などが今大事情に入った。ありがとうございます。